松野官房長官は拉致問題担当大臣に就任後初めて鳥取県与那子市の拉致現場を視察しました岸田内閣において必ず拉致問題を解決をするという決意を一層強くしたところでありますすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動していく決意であります松野官房長官は 松本京子さんが北朝鮮に拉致された現場を松本さんの兄のはじめさんと視察しました。その後、拉致問題の解決を求める集会に出席し G7 各国の首脳と連携して問題解決に取り組んでいると強調しました。